統一不謹慎の極み。ひらいちゃん、今日はちょっと迷惑動画ではなく、この不謹慎動画が SNS に拡散されてて、これ東日本大震災の、これを見てる方、生きていてとても嬉しいです。また死んでしまった人はお墓で聞こえないと思うが本当に悔しいです。ザーメン。とある高校生が、東日本大震災のこれを見て生きている方とても嬉しいです。また死んでしまった人はお墓で聞こえないと思うが、わら、本当に悔しいです。ザーボンザーボン、というようなゴミ動画なんですが、高校生がやったことだからスルーすればよいものの、ネットで大拡散してさあ大変。そんで大手のスマートフラッシュさんなんかも取り上げる始末で、この人埼玉のとある高校生と、もう特定されてて、あえて言いませんけど、私学で偏差値70くらいの賢いとこでスポーツマン、いわばエリート、嫉妬しかない。そんでこの子の高校は即謝罪文を出してて、本校生徒による不適切動画掲載に関するお詫びと題して、校長名で謝罪文を公式サイトに素早く公開。さすが私学。当該生徒も含め、全校生徒に対して、よりきめこやま、よりきめ細やかな心の教育による道徳心の向上を図るとともに、ネット社会、特に SNS に対するリテラシー教育をさらに充実させていく所存です。と、むしろ被害者、学校、かわいちょ。てか、お前が謝罪動画出せよ、このスカタン。まあ、ここからは真剣な話。高校生なんて、大震災の時、まだ2歳とか4歳なのよね。その大変さを分かってない。でも、この3月11日は、SNS 等で、ハッシュタグ、東日本大震災を忘れない。ってタグ付けされた、過去の悲惨な映像や教訓、そして遺族への思いが投稿されてて、その中で、この高校生の動画見たら、さすがにやりきれない気持ちになりますね。もちろん、ヤフコメは大激怒。育ちが悪い。思いやりがない。社会性の欠如。と、憤慨しまくってますが、どんだけ賢くても一定数はこんな人出てくるんよ。イエール大学とか出てても、老人はじっちゅしろとか表現誤っちゃう人いるし、ギャグセンス難しい。この子の場合はその大震災がどれだけ悲惨だったことを理解できてないからこうなっちゃったんでしょう。からといって今回みたいなのはスシローとかの迷惑行為じゃない分、許してあげてもいいのかなとは思います。私学さん、親が一生懸命学費払ってるんだから、私学さん退学だけはやめてあげて。なんかね、東日本大震災の時、普通海外ではこういう震災の時略奪が横行するのに、日本は逆に分け合って助け合ってて、海外のメディアをびっくりさせたんだって。そういう話も忘れないようにしたいぞよ。ペカタ、まあ、最近ね、緑亀とグッピーを飼い始めて、その部屋がね、ペットショップの香りがするんですよ。あのファブリーズも効かないぐらいの匂いなんですけど、あ、まあ、ちょっと今ブクブク消してるんですけど、まあね、ブクブクの音がうるさかったらコメント欄に書いてください。まあ、チャンネル登録お願いします。ペカタ。